はい、こんにちは。計算しろと。もう例によって例のごとくのあれなんですけども、分数分解、BBB。私は、中学受験は経験してなくて、高校受験と大学受験ですけども、その時に、分数分解は見たことなかったですね。初めて分数分解を見たのは、塾講師の時に、中学受験を教えてる時に、まあ、これがまた微妙に、確か初めて見たときは、頑張ればできるぐらいの数だったんですね。もう、途中もちゃんと書いてあって。なんでこんなことやらせるんだろうな。頑張って通分すりゃ、それは出るけど、ちょっとめんどくさいな、と思ってたら、まあ、回答解説に、まあ、これは1分の1引く2分の1、2分の1引く3分の1ってやっていくと、最後、ここが全部消えて、これとこれだけ、ああ、なるほどね、と。そんなの知らなきゃできねえな、と思ってて。で、その後、3つのやつを見たんですよね。こういう。まあもちろん、こう、わざわざ掛け算にして書いてくれてるんだから、同じようなことやるんだろうな、と思ったけども、なかなかこれを3つを、2つ1個じゃ、2個と1個じゃ、どうにもなんか、ならないしっていうんで、この、こう、2を重ねて、こうですか、引き算。まあそうすると、3、通分すると、1、2、3で通分すると、3引く1になるから、分子が2になっちゃうから、まあ2分の1しなきゃいけないなっていうのに、まあ考えが及ぶまでに結構な時間がかかった記憶があります。で、じゃあ4つはと。4つとなると、3つだからまあ、2個1個じゃバランス悪いから両方2個にするんで2を重ねましたけど、真ん中を重ねましたけど、4つだったらついなんか2個2個に分けたくなっちゃう人もいるかもしれませんが、2個2個に分けても全然うまくいかないんじゃないかなと。次と消えてくんないですからね。 3×4 がこんなとこにあるんで、となればこれはまあ4つでも1、2、3分の1、この1、2、3、4分の1っていうのは、1、2、3引く、2、3、4と。やれば次がこの2、3、4から始まるんで。で、引き算と。で、そしたら、これも、通分して計算すれば、こっちにないのが4、こっちにないのが1だから、分子が3になっちゃうから、3分の1してあげなきゃいけないと。いうふうにしてやれば、まあ、これが、ちゃんと書く3分の1、括弧、1、2、3分の1引く、2、3、4分の1足す、2、3、4分の1引く、3、4、5分の1と。これで、ちゃんと、ここが、こう、消えてくれると。いうので、まあ、結局、最後残るのは、3分の1括弧1、2、3分の1引く最後の8、9、10分の1と。いうことで、これは3分の1括弧、8、9、10、720。720分の2すると6だから120倍ですか。120引く1と。いうことで、3分の1かけ720分の119で、これは、6の3乗に0個かな。というふうになります。じゃあ以上です。ありがとうございました。